やあみんな、とっさの館へようこそ。それでは今回はセリーグの順位予想をしていきたいと思います。それでは行きましょう。それではまず2023年のセリーグ順位が1位タイガース、2位カープ、3位がベイサーズ、4位ジャイアンツ、5位スワローズ、6位ドラゴンズの結果となっていました。そして次にもういきなりいきます。2024年のセリーグ順位予想がこのような順位に予想しました。1位にジャイアンツ、2位に去年の覇者タイガース、3位にベイスターズ、4位ドラゴンズ、5位カープ、6位スワローズという順位で予想しました。まず1位ジャイアンツ、即戦力新人トリオ西舘選手、佐々木選手、伊豆口選手がかなりチームに勢いをつけています。この3人はオープン戦で結果を残しており、シーズンでも起用されることが濃厚です。ただ西舘投手のリリーフ起用はかなり疑問です。そこに加え松原選手、萩尾選手も結果が出ており、巨人にしては珍しく若手の底上げができている状況です。主力があまり結果が出ていなかったんですけど、開幕してからは確実に上がってくると思います。ピッチャー陣でも去年不振だった菅野投手がオープン戦で150キロ連発と、今年はかなり体の状態が良さそうかなと思います。そしてそこに戸郷投手、山崎伊織投手のトリプルエースで勝ち頭になりたいところです。投打にバランスが取れているなという印象です。問題は守護神の大勢選手のコンディションです。健康体なら救援陣は盤石だと思います。先ほど言いましたけど、巨人にしては珍しく若手が突き上げして競争が激化しているところから、去年よりかなり上がり目があるということで1位と予想しました。そして2位にタイガース、オープン戦ではかなり負けが先行してしまい最下位になってしまいましたけど、名将岡田監督はそこは気にしていません。木浪選手、佐藤輝明選手が不調だったんですけど、終盤に少し復調気配かなと思うので、不安なくシーズンに入れそうかなと思います。ただ一番心配なのが中野選手、最終戦で2本のヒットは打ったんですけど、1試合5三振を喫するなど、去年の最多安打の調子が、今年のチームの命運を握っているかもしれません。そして2年目の森下選手は、オープン戦から好調で去年より間違いなく結果を出すかなと思います。そして投手陣では、去年大竹選手、村上選手の飛躍で優勝の原動力になりました。去年不調だった青柳投手が今年は好調で開幕投手になりました。注目は岡田監督絶賛の門別投手です。7勝ぐらい上げれればかなり上出来かなと思いますし、120点だと思います。今年も岡田マジックで巨人と優勝争いをすると思うんですけど、惜しくも2位になると予想してます。そして3位にベイスターズ、今年の注目は渡来選手、石上選手、松尾選手の方の若手新人三重士です。特に渡来選手と石上選手は新人とは思えないバッティングを見せています。そして松尾選手も攻守に飛躍の兆しが見せているので、正捕手奪取の可能性もあるのかなと思います。そしてその3人に加え、オースティン選手、佐野選手、牧選手、宮崎選手と、この主軸たちもいますので、セリーグナンバーワンの打線になる力を秘めています。そして投手陣も東投手、石田投手、大貫投手、浜口投手のこのローテ候補たちがかなり順調な仕上がりを見せていますし、新人のリリーフ陣の新人の松本投手、覚醒した徳山投手、守護神奪還を目指す山崎康明投手とリリーフ陣に厚みが増している印象があります。ここで主力野手に怪我人さえ出なければ優勝の可能性もあると思うんですけど、ただ1年の働きを計算したら3位が妥当かなと思うので、この順位に予想しました。そして次に4位にドラゴンズにしました。今年のセリーグのダークホースです。今年も投手陣は強力ですし、オープン戦でもチーム防御率1位の1.97 です。エース候補の高橋宏斗投手が2軍調整にはなったんですけど、他には投手はいる状況ですし、左右のエース柳投手、小笠原投手が今年もチームを引っ張ります。リリーフ陣も鉄壁です。そして課題の野手陣は新加入中田選手が、オープン戦では結果は出ていないんですけど、打線の中心に座ります。覚醒した三好選手が出遅れている岡林選手以上の活躍に期待したいところです。そしてたびたび動画で言っているんですけど、とっさんは細川選手が去年以上の数字を出すと確信しています。セリーグトップクラスの投手陣なだけに、
得点が1点でも増えれば優勝争いの可能性が高くなります。そして代打陣もかなり層が厚くなってますし、中島選手、大島選手もいますので、去年よりかなり上がり目があるだけに、正直チームの命運は采配が握っていると思います。確実に去年より多少得点は増えることから4位と予想しました。そして5位にカープ。今年の打線の中心は小園選手と期待の田村選手かなと思います。膝の故障で離脱した末金選手の不在がかなり痛いです。そこで期待できるのが新外国人のレイノルズ選手。コンタクト力があるので日本に適応できそうな存在です。守備面でオープン戦でのエラー数が12球団でダントツの最下位なので、不安定の守備がシーズンで影響する可能性が高いと思ってます。そして先発投手陣は栗投手、床田投手、玉村投手、アドワ投手が安定してました。ただ先発陣の層が薄いので誰かが離脱すると苦しくなる状況です。リリーフ陣がしっかりしているだけに、先発が苦しまなければ A クラスの可能性は高いと思います。ただオープン戦でも勝負どころでの失点が目立ち、勝ちきれていないところから5位と予想しました。そして6位にスワローズ。正直全ては塩見選手次第というところがあります。優勝年には塩見選手ありという感じになってます。今年は山田選手、村上選手の状態がかなり良さそうに見えましたし、村上選手はフォームが去年より窮屈さがなくなって、また今年かなりホームランを打ちそうな予感がしてます。そして期待されていた奥川投手、内山選手の星稜コンビが怪我で離脱してしまいました。そして投手陣では開幕投手候補だった小川投手がコンディション不良で離脱してしまいました。そこで今年は吉村投手の状態がかなり良さそうなので、2桁勝利に期待ができると思います。オープン戦ではかなり好調だったんですけど、怪我人が増え始めてきて、また苦しいシーズンになりそうかなと思います。なので全ては塩見選手、山田選手、村上選手がチームの浮上を握っていると思います。1位も6位もかなりどっちも可能性あるんですけど、スワローズに関しては。ただチームの層の薄さで6位と予想しました。はい、ということで今回は2024年ペナントレース、セリーグの順位予想をしていきました。また皆さん、順位予想はこれだという方がいましたら、またコメント欄によろしくお願いします。センスなさすぎだろうというコメントは受け付けていません。よろしくお願いします。はい、ということで今回も見ていただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。Thank you.